はい、半前岩先生です。今日ですね、MT4 のトラブルが発生します。知っております、世界中ね。MT4 のデータがね、詰まっちゃってます。で、MT4 が動かなくなるんですね。データがね、うまく取り込めないっていう、状態になってますね。今日夕方からね、まだ回復してませんけども、少ないデータ量ですと動くみたいですね、今ね。さっきまではそれも動かなかったんですけれども、MT4 のこれがね、動作不能になっちゃってます。現在もまだ、アクセスがね、拒否されちゃいますね。そんな関係で、データ量を多く取り込む場合は、今 MT4 は動きませんね。もう夕方からですね、もう参っちゃってますね。そんなことで、で、今度5分のね、また新しいやつですね。さらに新しいやつで調整中ですね。1本でも勝てることは勝てるんでしょうけども、私も明日で、還暦過ぎて1年経つわけですね。年になるんですよ、明日17日。そんなことでね、あんまり早いもの、1分だと短いのは、私の方で動きが取りづらいんですよね。だから5分ぐらいで取引しないときついということで、今準備してます。勝率は69、66とかこういうんですね。こういうインジケーターですね。1日分でね、打ってます。そういうことでね。動かないんで、複数動かないんで、MT4 今、5ライン、6ラインを1ラインだけにしてますね。データが全然飛びませんね。金曜日もあって、データ収集、転送がね、間に合わないですね。あんまり遊びで画像とか YouTube とか見てもらえると困るけど、増やしてくれればいいんでね、回線がね。それだけ需要があるんだったらね。こちらも仕事の方で影響して邪魔になりますわ。仕事のデータ通信がね、麻痺しちゃってますね。こんなテレビでインターネットってのはあんまりダメなんですよね。本当に遊びで応援されるのは困るよね。そんなのばっかしてね。仕事で YouTuber のテレビを作ってほしいね。遊びばっかしてよ。回線エラーでひどい目に遭ってますよ。これなんとかしてほしいですよね。いい加減にしてほしいね、本当にね。はい、半前は先生でした。